どうも、プロです。今回は SA の 2H をやります。最近実験 YouTuber みたいになってますが、やれる種目は全部やっていきたいと思います。で、今回もレベル角度は30度、解析角度は60度、ルートフェイスは2枚とも1ミリ取ります。あまり広いと最終パス盛るのに大変になるので、2枚とも1ミリ取ると組んだ時に幅が狭くなるので溶接量が減ります。ルートギャップは4ミリ、ワイヤーは YGW12 の SE50T を使います。換算ガス流量は20リッターに合わせます。ミルスケールは開いた2枚両面と裏当て金の片面を落とします。特に裏当て金はしっかりと落としてください。裏曲げの折れるリスクがあるんで。仮付け溶接の電流は150アンペアでやります。逆歪みは5度、6パス盛るやり方なので5度くらい角度つけないと溶接後まっすぐなりません。続いてトーチ角度の説明。角度はこのように45度ぐらい傾けます。左から覗き込んでやりますが、このぐらいだとワイヤーの先が見づらくなってしまいますので、これぐらいの角度でやります。溶接材料に対して水平を意識します。5度からマイナス5度の範囲の中でキープします。これはダメな角度、これもダメですね。水平を意識します。続いてウィービングはこんな感じに上の貝先と下の貝先を狙い上下に振ります。それでは電流を合わせていきます。200アンペア 22V の状態から電流ダイヤルだけを回し180アンペアに合わせます。それではいきます。一発目は裏曲げがあるので上下に振りしっかり溶かします。光の反射で何やってるのかわからなくなるので、この映像は130アンペアでやっています。なので実際はもう少し早く上下にウィービングすることになります。ワイヤー突き出し長さは15から20ミリをキープ。1パス目はこんな感じです。3ミリくらい盛るのが理想です。スラグ取ります。電流高いので多少は取り切れてなくても大丈夫です。左右のウィービングでやります。1バス目の下の溶接の際を狙います。それでは電流合わせていきます。電流ダイヤルだけ回し160アンペアに合わせます。ここで注意するところは、下の貝先を1から2ミリ残すことと、それともう一つは1パス目の上側の溶接の際にプールをかぶせないこと。
プールが被ると溶け込まなくて内部血管になるリスクがあります。おそらく初めてやる方は溶接速度がつかめないです。だいたいみんなゆっくりやりすぎて下側の貝先が埋まっちゃいます。こうなると最後のパスが見えなくなって脱線します。下側の貝先を1から2ミリ残すことと1パス目の溶接の際にプールをかぶさないように全集中します。端部はクレーターのへこみをなくすために数回盛ります。2ミリくらい貝石残ってますね。それで取っていきます。こんな感じですね。ウィービング確認。1パス目の溶接の際と2パス目の溶接の際を狙います。電流はそのままです。ここで注意することは、上側の貝先を 0.5 から1ミリ残しにするのが理想です。あまりゆっくりやりすぎてアークよりプールが先行すると内部血管になります。トーチ角度を5度くらいにすると貝先側が埋まりやすくなります。端部は数回切りながら溶接します。ちょっと上の貝先残しすぎました。あんま残すとアンダーカットします。腕の見せ所ですね。スラグ取ります。ノズル清掃します。ウィービング確認。2と3パス目の間の溶接の際と下の貝先を狙います。電流変えます。電流ダイヤルだけ回し130アンペアにします。ここで注意するところは、仕上げのパスなのでアンダーカット厳禁。貝先側に振った時に少し止める意識を持ってください。プールがついてきてないのに上に振るとビードが痩せてしまいます。貝先側にアークを当て気持ち止まるだけで溶け込みが深くなります。それをやることで曲げに強くなります。スラグ落としていきます。ウィービング確認。4発目の溶接の際と少し下も狙います。
ここで注意するところは4パス目の一番高くなっている場所までかぶすことです。実際やっていると見えにくいので最初は脱線すると思います。上側の解析部分は見えますよね。溶接は見えにくいときは何か見えるところを目印にするといいです。今やっている位置を確認しながら上の解析との距離を確認するんです。意識してみてください。それとプールが解析側にかぶらないように注意してください。うわー、深いですね。なんとか盛ります。スラグ取ります。ウィービング確認。ここの隙間を左右のウィービングで狙います。最後はとにかくアンダーカットをしないように注意します。プールの上側を気にして見ているとアンダーカットしているかわかります。カットしていると光るんでわかると思います。もしアンダーカットした時はカットした場所まで戻ると埋まります。それでもカットしてた場合はもう1パス走りましょう。曲げがあるのでそのまま出すよりはマシです。そうなったら熱が入っているので110アンペアくらいにしてやりましょう。端部のクレーターのへこみは熱が入るとなかなか漏らされません。真っ赤なまま切りながら溶接しても漏らされないので映像のタイミングでやってみてください。タイミングが早いと垂れてしまいます。なんとかカットしませんでした。スラグ取って完成です。ご視聴ありがとうございました。最初は脱線してうまくいかないかもしれませんが、1週間くらい動画を見て練習していただければできると思います。頑張ってください。